今日もあなたと百姓一揆。本日は2019年1月31日、1月の最終日ですな。いやー、ということで雨ですね。今時刻がちょうどね、お昼過ぎ、お昼入ったところでね、午前中ジャガイモやってたんですよ。ジャガイモね、ジャガイモの管理機はこれですな。これでね、えっちらおちらやっておりましたが、雨降ってきて、結局1列ちょっとぐらいしかできなかったですよね。なのでね、急遽じゃがいも作業ストップしてね、今下出荷で、今晩ね、なんか雪出てますよね、関東ね。成田は多分そんなに積もることはないとは思いますがね、一応多分明日もしね、畑が全面的に白くなってしまったら、やっぱりもう収穫できませんのでね、今日午後からこれで全部収穫して回ります。そんなことでね、まあもうしょうがないですけどもね、毎年やっぱこの1月の終わりか2月の頭、去年2月の1日が大雪でしたかね。で、出荷停止追い込まれましたんでね、いやはや。ということで、今日はもうでも今ね、ほんとめちゃくちゃ寒いんですわ。とにかく寒くてね、で、出荷場で今もう出荷袋詰め作業やってますけども、まずはちょっと失礼してね、手を温めさせてください。はい、もうたまらんですよこれ。これ多分今日もう後で大根とか人参とかね、明日の出荷分を収穫しますけれども、これもうこれごとね、コンロごと持っていかないとダメですよこれ。鼻の頭が冷たくて、こんなに寒くなるとは。ということでね、今嫁と二人でね、こう里芋ちょっと暗くなってきたので、あそこに電源をつけましたけど、里芋袋詰め作業をね、カッチャンカッチャン、いわゆる通称カッチャンってやつですけどね、こうやって袋詰めをね、しているところでございます。まあ農家さんならね、誰も皆さんこうやってるわけですけどね、出荷場はね、里芋を先ほどね、作り種も作りまして、寒かったね。そんなことで、じゃあ私もね、くっちゃべってなんでお前もやれということですね。寒い。農家の今日のテーマ、何を話そうかとずっと考えてるんですけど、農家のね、夫婦関係、あるいは農家の何でしょう、そういう夫婦というようなテーマというと、まあ我が農園の場合はね、まあ、昨年まあ、結婚したわけ、一緒になったわけですけれども、大体まあ私のようにこうやって一人でね、新規就農してやってる男性の独身っていうのは割とまあいて、研修先で知り合うか、研修のところでね、研修のところは男女こういたりするので、そこでね仲良くなって、そのまま新しいところで夫婦で新規就農というパターンもね多いですよね。私の周りでも少し割といますが、で、私のようにこうやってね、全くの独身で新しい、ところに就農して、で、まあでもね、一回そうやって就農するとなかなかね、世間的には出会いとかそういうものはないかもしれませんけどもね、有機農家の場合、あるいはまあ農家のそれぞれいろんな経営形態ありますけれども、有機農家の場合はね、イベントを開いたり、あるいはそのマルシェとかでね、出会ったりとか、それで例えば農園見学させてくださいとかね、まあ私も実はこの方と知り合う前にはそういった形で、何者っていうと大変語弊がありますが、あまり詳しいことを省きますが、そういうふうにしてね、ずっとお付き合いをしたりとかっていうことは普通にありましたので、いわゆるまあ何て言うんですかね、人によるんですけども、農家になるとその出会いがないとかっていうのとは多分ちょっと我々は当たらないのかな。あ、これいいよ、このまま入れちゃって大丈夫ですよ、という話なんですよ。ですからまあ普通にね、農協さんとか、その何て言うんですかね、普段こう消費者と触れ合う形を持ってらっしゃらない農家さんは、その辺がちょっとそういったことに関してはハンディなのかなというふうには思います。で、やっぱり新規就農の場合はもともと都会にいたりね、まあ私もまあそんな大都会じゃないですけど、普通に街中からこうやってね、30過ぎてからこうやって田舎に行くっていう暮らしに始まったんですけども、
ね、20代の頃は私もあのそういう、まあ、あまりちょっと大きい声で言えないですけども、なんていうかね、女性と話すようなあの機会の多い仕事をやってたもんですから、あの特にね、何かそういうことが苦手だということも私より前になかったもんですからね。で、まあほとんどおそらく皆さんそうだと思うんですけど、こういうことにですね興味を持って、田舎にやってきたり畑にね農園にやってきたりするのはほとんどね実は8割ぐらい女性なんですよね。しかもまあ20代30代妙齢のといったらですけども、本当に女性の方が多くてですね、まあそういう意味ではそういうふうにしてね知り合って、結婚するパターンって多いですね。まあうちの嫁はもう2年ぐらい前にうちにね研修希望で最初にね来られた方ですけどもね、初日に首でしたね初日に首でしたね、あなたでは無理ですって私言いましたよね、はい、ブログにも書かれて、はい、ブログにもね書いたそうです。私覚えてないんですけどね、今日は研修希望の人が来ましたが、あお一人願いましたって私は書いたそうですよねね、まあでも結果的にこうやってね嫁としてあの前戻ってきて研修生よりも上の立場になるというね、あの非常にあの戦略的にはあのなんて言ったらいいでしょう、あ狡猾なやり方と言いましょうかね、うん、ずるいやり方ですけどもね、うん、もう今やあのね、なんじゃどちらがオーナーかよくわからないようなことになってますが、非常に恐ろしいね。まあどうでもいいですね、そんなことね。何の話してましたっけ。そうそう、まあそんなことでね、農家っていうのはね本当にそういうふうにこう、うん、大体こんなもんか、はいはい、よいしょ、まあ、あのいろんなパターンがありましてね、夫婦の場合は。でもねポイントはね、研修だとか就農する前に結婚してるご夫婦もたくさんいらっしゃるじゃないですか。それがね実はね研修先とか新規就農してから別れるっていうパターンも実際は多いです。私の周りも実際には何組もそういう人いらっしゃいます。離婚して別々でね、もう新規就農した場所を離れて別々で旦那さんと奥さんと別れてですよ、あの別々の経営形態になって別れてという人もいますもんね。だからまあまあやっぱりなんていうんですか、あの同じ釜のねこの苦労をね分かち合って、絆が含まっていくっていう部分はありますんで、まあ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 ね、男女の場合はね、まあ特に農業ってこれ本当にあのイメージとは全く違いますんでね、特にあの、どっちかですよね。旦那さんがロマンに憧れていて先に収納してっていうパターンはまあ良くないです、大概。そういう場合は奥さんはもう都会に残っちゃってっていう形になりますので、その逆のパターンだったらまだ可能性あるんですね。女性奥さんの方がこう興味を持っていったりして、でそこに旦那さんが引きずられていくっていうパターンだと、なんとなくそっちの方がやっぱり女性の方が強いんですかね。その力関係だとうまくいってるパターンがまだ多いように思いますね。まあまあ一概には言えないんですけども、まあうちの場合はもう年はね20以上離れておりますんでね、確実に私の方が先に行ってしまいますんでこれから私も53になってこれ生命保険入ろうかみたいなね、今そういう話をしてて非常にですねシビアな話になっておりますね、入れと、いくらのやつに入れと、 いくらですか、私死んだらいくら欲しいですか。1億？言えない。はい、言ってください。さっきはなんか偉そうにね1000万ぐらいかって言って、1000万じゃ足らないと言ってましたんでねなんていう強欲かと、あ、まあ、みたいな話をねしとったところでございます。ありがとう、はい、ということでね、今日はね農家のそういった夫婦事情ね、などなど、私の20年の中での考察と、私自身のこの現在の形態をねお話しさせていただきましたが何の動画なんだということでね、今日里芋の袋詰めしながらそんなお話もしてみました。それではまた。